ちらはおでん、ふろふき大根。小さじ2杯で醤油、醤油小さじ1、だしパウダー小さじ1/2、塩少々で、これで煮ていきましょう。まあ、ゆず味噌をかけます。これは後できんぴらに使います。砂糖と一緒によく炒めていきましょう。いい具合に甘みが入ってきたら、最後の仕上げに醤油を入れます。醤油小さじ1。醤油入れると一気に焦げやすくなるんで気をつけてください。場合によってはちょっと離しても大丈夫です。火から離してください。こんな感じで細かく混ぜながら炒めていきましょう。はい、で最後香り付けにごま油小さじ1/2、香り出しに辛味とごま油の香りを追加していきます。きんぴら大根の皮、きんぴら大根。これはで、この分解して小さじ1だとね。はい、味噌汁を仕上げていきます。味噌ペーストと隠し味に塩麹を入れていきます。大根だけだと寂しいので、わかめを追加で入れます。乾燥わかめですね。 This is dried わかめ、 dried seaweed。大根とわかめの味噌汁。はい、これなますです。お酢をなます用に使います。2杯ぐらいですね。塩、今日はヒマラヤのピンクソルトを使います。まあ、小さじ半分ぐらい。食べるときは箸を使いましょう。塩と砂糖を混ぜることによって、下味が、味が中に入り、余計な水分が抜けていくという2つの効果があります。これで一旦置きましょう。まあ、こんなに水が出てしなしなになっているので、これを水を切って最終的に味をつけていきます。ちょっと最後アクセント的にだしパウダーを上に振りかけました。ナマスの完成。下味をつけておきます。これも小さじ2杯ぐらい。一旦混ぜて、はい、次醤油漬けです。
小さじ1/2。これお好みで。無限大根。七味唐辛子。グレイテッドラディッシュ with Japanese seven spices. Just simple appetizers. まあこんな。動画？うん。何を考えてる？